こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット。プラス。さて、はい、何です？ここですかですね、今回は反動が出ないタイプだから順調に調整ができそう。農園で収穫しないと。作物ができてるね。農園に行きますか。にゃードガチャ。ねえねえ、ワールドジャパンガチャ。SSR 来るぞ。継続は力ない。これはエルコンドルパサーだ。エルコンドルパサー初めてゲットですね。プレゼントが届いてるよ。牝馬しか付け合えないですからね。ここさっきお世話が続いて。ねえねえ、さあ前回オクトーバーステークスを勝ったところまでです。ベストバタージは452キロ。距離適正が判明してますね。1200から2400マイルから中距離。喋らない。試合十分だね。お、嬉しいか。よしよし。ん、なんだろうこれ。来週は何、中一新聞杯、これに出ようとしてたのか。チャレンジカップもありますね。どっちかに 出るつもりです。私は追い込み場が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。気象を改善した方がいいな。いい感じだね。プラス4キロ。あ、ちょうどいいのがありました。嬉しいか。どんどんコインに余裕があるので、どんどん使っていきましょう。ベストバタージュ変わらんよな。中一新聞杯です。引き続き後藤騎手。はい、何です。エルコンドーパサーやってるんですね。 1.6倍、1番人気。投票受付を開始。 G3 は突破しておきたいところ。2番人気サンライズマックス、3番人気がタスカータソルテ、ミジマルグリグリです。さあ中一新聞杯中京芝 2000m 晴れの両馬場です。
ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。中日新聞杯2000メートル、ちょっと出遅れたんでしょうか。5番東証パワーズ、それから9番トップガン城、先行グループからまず見てまいりましょう。7番卵サポート先頭、外を通りまして8番ルーベンスメモリー、マイネルキーロフ、差が開いて2番タスカータソルテ、そしてその外にオッコーパルシャ、そのうち3番ダイレクトキャッチ、それからサンライズマックス、そしてそのうちに9番トップガン城。今日も勝利をつかむか肩の出すかと後藤騎手、綾野宗氏、ね、それからマイネルポライト、そしてしんがりから東証パワーズであります。もう一度先頭からいきます。これと一緒にダイレクトキャッチ、サンライズマックス、これが一番人気の肩の出すか後藤騎手、この手応えはどうか。それからもう一頭トップガン城、大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場、先頭行く緑の帽子はパパモサポート、外からはマイネルキーロフ、先頭つむらとパパモサポート、怖い馬が来た、11番パタノナスカだ、2番手に外からはマイネルキーロフ、このまま粘れるかパパモサポート、おーっと外から何か突っ込んでくる、東証パワーズ来たぞ来たぞ、1着パタノナスカ、末脚爆発、まるで疾風のごとき走りです。大きすぎるな声。やったね。1着11番、2着5番、3着12番。よく頑張った、偉いぞ。次のステップ行ってもいいかもしれないですね。どんどん気象を上げていこう。いい感じだね。はい、何です？444キロ、ベストバ体重からははるかに遠い。クエスト達成、やったね。まあ、戻ってか考えまして、どうしたの？今12月の3週なんで冬競馬になっちゃいますね。思ったらこうして考えたいく、3月の2週まで行きました。なんかもらえた。ラッキー話、しっかり奉納もしときましょう。ねえねえ、スーパーの守り、なんでしょうね。はい、なんです？458キロ、ベストバ体重はまだ452キロか。さあ、コバの戦いです。肩を出すか、知ってる。どうかな。何これ、黒ビール、いい感じだね。はい、何です？あんまり成長度が普通遅とは言いますけど、健康症もいいですね。そういえばさ、徹底して気象改善へ徹する。ちなみに来週だと、ドバイとか、ドバイターフとかか。いい感じだね。ドバイターフだと一気になんかハードル上がりそうですけどね。距離はいいんですよね、距離適正が。ちょっと聞いて、だから出したくなる。まあまあかな。
感じだね。いい状態。ねえねえ、ドライターフ出しましょう。元気だね。お？古董機種がいない。いた。はい、何です？さあ、いい状態で出せますが、どこまで通用するんでしょうか。ダメだったらまた G3 とか G2 に戻ります。ライバルも気合十分だね。馬人気か、まあそんなに人気ないのは確かですね。ただ20丸1つあります。丸も2つ。あんまりに逃げ馬がおらず、差し馬追い込みはばっかりなので前有利とも言えますね。まずフェズビーズ、それから ビグモアホール、リバージェス、この辺りの端子を買っておきましょう。さあ、名段競馬場ドバイターフ芝 1800m、 成り行きで海外の G1 で出ちゃうことになりましたね。2頭の下点が完了しました。体制完了、スタートを切りました。まあ、横一線ですね。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ったのはビューティーフラッシュ、その外に12番ストロベリーダイギリ、それからバンタブル、その後ろでありましょうか10番リバーゲテス、9番カタノダスカ、それから足毛の馬体ラジサマンであります。そしてその後ろから6番メンディップ、それからもう1頭8番ライハナ、11番プレスビス、内から1頭1番ウィグモアポール、ビクターズクライ、そして外からはロイヤルベンチ。もう一度先頭から紹介しましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭はストロベリーダイキリであります。その後ろ3馬身くらいあって、3番バンカブル、外を通って7番ビューティーフラッシュ、そして4番手にリバーゲテス、その内からは9番カタノダスカ、それからラジサマン、6番黒い馬体メンディップ、外を通りまして8番ダイハナ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、カタノダスカ大歓声も後押ししているぞ。依然先頭もストロベリー大切り、ちょっと差がある。ビューティーフラッシュが3番手、外から何が来ているのか、ウィグモアホールか、ウィグモアホールも追い込んできた。このまま粘れるか、ストロベリー大切り、ウィグモアホール懸命に追う、頑張る頑張る、ボルトとストロベリー大切り。リバーゲテスが2番手、ストロベリー大切り、先頭1着ストロベリー大切り、2着は際どい、内メンディップ、外リバーゲテス。全然ダメじゃん、肩を出すか別の馬と勘違いしてる。気を取り直して次行こう。1着12番、2着最後の壁、しかも G1 ですからね、暑いです。当番1日やるしかないですね。馬がレースから帰ってきたね。ちょっと元気ないね。体重戻しきれなかったね。放牧。はい、何です？
ねえねえ、そういえばさ、ねえねえ、はい、何です？はい、何です？はい、というわけでご覧のような成績、中日新聞杯で重賞初勝利したもののドバイターフでは、壁に打ち破られました。なので G2、G3 を中心に地道に上がっていきたいと思います。まあ獲得賞金も1650枚だしね。とにかく地道に戦いたいです。引き続き見ていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。